はい、皆様こんばんは。7月の27日午後10時52分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日第1部の配信に引き続きまして、第2部のね配信を行っていきたいと思いますけれども、皆さん申し訳ございませんね。今日ね、私ね、ちょっとね、休養ができまして、夜んで先ほど自宅に戻ってきたんですよ。ものすごく重要な用事で、ちょっとね、途中でこういろいろ収録とかできなかったんですけれども、ですからちょっと今みたいな時間になってしまいました。で、今日ね、第2部の配信は、これね、いつも通りの、普段通りの収録をすると、配信時間がね、多分ね、夜中の2時とかになってしまいますので、さすがにそこはまずいなと思いますから、今日は、いいですか、めちゃくちゃ短い動画いきます。うん。だから、時間を見ていただいたら多分びっくりすると思うんですけど、多分ね、15分とか20分ぐらいの動画にしていきたいなと思っておりますので、そこはね、ちょっとご了承ください。申し訳ございませんね。で、早速メニューの方行ってみたいと思います。はい。焦りが募る、ビットマン TV ということで、今日は焦り TV ということでよろしくお願いしますよ。はい。で、先にメニューの方行っておきます。うん。まずですね、重要ニュースから先行きましょうか。今日もね、第1部の配信でそっち行きましたので。はい。で、重要ニュースが、4つございます。4つ。うん。で、日本のニュースから3つ。で、海外のニュースからお1つ。やっぱりここはちゃんとね、チェックはしておいた方がいいでしょうから、少なくともそこぐらいはね、見ていただいたら嬉しいなという感じ。で、チャート分析ね、もともとマジモノで休養だったので、本当だったらこれやるつもりだったんですよ。ビットコイン、イーサリアム、あとはリップルですよ、リップル。そしてネムですね、ネム。そしてアリス。はい。これは、パイナポー TV ね、私、バディご協力のもと、パイナポー TV をね、解説させていただいているんですけども、アリスをちょっとやってくださいよ、ということで言われてましたので、アリス。そして、AXS、アクシーインフィニティ。はい。で、XVS、ビーナス様。そして、最後を締めくくろうと思っていたのが、アーベなんですけれども、うん。ちょっと今日はね、かなり、通貨数少なめに、もう4通貨ぐらいで行こうかなと思っておりますので、で、アリスはまあ入れておきましょうか。で、ごめんなさいね。アリスのついでに言いますけれども、ほら、視聴者様の中で、私のコメント欄にね、この通貨お願いしますって、まあ言われるんですよ。言われるんですよ。ね、例えばバナナとかも言われるんですけど、バナナあるでしょ。ね、あれも言われるんですけど、トレーディングビューの方でね、やっぱこう出てこないんですよ。で、一応ほら、LINE とかが引きやすいものでやった方がいいかなと思って、トレーディングビューでやっているんですけども、そこで出てこないものに関してはね、ちょっとね、こうやりづらさがあるので、ちょっとこう待っていただけますかねと。トレーディングビューで、まあね、なんていうんですか、出てくるような状況になったらね、そういったのもガンガン入れていきたいですし、そういったふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。だからこう、ね、リクエストしても、やってくれねえじゃねえかって思わずにね、入れてくれるのはありがたいですし、それはちゃんと意識の中に、というかもうメモして、ね、取っておりますので、そこはね、よろしくお願いします。はい。で、本当にもうね、救急でやってほしいものに関しては、ポッとこう入れていただければ、なんとかして手段取ってね、ちょっと、LINE は引けないかもしれませんけれども、私が LINE をね、そこでちょっとこう、他のもので引いてみて、そこをね、口頭でお伝えするみたいな感じでね、行くかもしれませんし、そういった形で良ければね、やりますので、救急にやってほしいものに関してはね、ちょっと行ってほしいなという形がして、なるべくやっぱり皆さんのね、意見を取り上げながら、取り入れていきながらね、やっぱりこのチャンネル、ビットマン TV というこのチャンネルを作り上げたいと、さらにね、強固なものにしていきたいと思っておりますので、うん、皆さんがね、思うように、こう入れていただければね、拾い上げますので、なるべくできる範囲で頑張りますから、よろしくお願いいたしますよ。はい。で、すいませんね、またね、長くなりそうで、あと一つ、これは必ず入れさせてください。いいですか？必ずお伝えさせてください。もう大丈夫です。牛丼は入れませんか？よしいよ、入れません。私の息子にゲーム買ったんですか？っていうね、コメントいただきました。買いました。はい。上の息子には2つ。中古ですよ、中古。買いました。あちら、マインクラフトの昔のやつ。なんかシリーズ何個か出てるじゃないですか。昔のやつを1つと、あとは、レゴのゲーム。で、下の3歳の子には、レゴのゲーム。レゴゲームがしたいらしかったので、レゴのゲームをね、買ってあげたら、もう本当に調子が、ね、良くなって。だから、一回ね、家に戻ってきたんですよ、夕方ぐらいに。で、そっから急急にね、ちょっと休養ができてっていう形になりましたので、本当にね、今日はね、ちょっと短い動画ですけど、ご了承なさって、申し訳ございませんね。ご了承ください。ということで、よろしくお願いします。あとはね、まあね、今日の第1部の配信で言いましたけれども、YouTube ね、YouTube、うん、これコメント欄でもいただきましたよ。YouTube をね、ちょっとね、こう、本腰入れてやっていこうと思いますっていう方が、お一人いたのかな。うん、ちょっとこう、コメントをバーっと流し見しただけなので、しっかり皆さんのちょっと見てないんですけど、そこだけが、見てないんですけども、そこだけがちょっと目についたので、上の方に載っていたのでね、よかったよかったという形で、うん、本当に、あれですよ、まあ、第1部の配信のね、続き、まあ、11時までは、与田話させてください。お願いします。はい。まあね、稼ぐ手段はいっぱいある。その中でも、うん、時間を切り売りするというね、ことで言えば、普通にね、バイトで働く
くのはやっぱりもったいないでしょ。決まってますからね。1時間働いても、これ、この金額って決まってますから、そういった意味合いで言うならば、YouTube ね、まだまだね、うん、稼げる多分ね、市場だと思いますから、ぶっちゃけた話、そうだと思いますよ。ですから、うん、もしね、やるんであれば、まあ、私と同じぐらいの年代の方でしょ、ほぼほぼ、うん、30代半ば後半、もしくは40代あたりだと思いますので、そういった意味でね、考えると、長くできる、うん、まあ、バイト、長くできる、青天井で稼げる可能性があるのは、まあ、YouTube、もうってつけでございますから、もしね、何のことを言っているのかなと思う方であれば、今日の第1部のね、配信で私がヨタ話をずーっとしておりますので、そこを聞いていただければ、いいかなと。あと、ビットコインの前半の方でもちょっとまたヨタ入れてますから、そういったのもね、聞いていただければ意外と、うん、皆さんの中ではね、参考になる。だってね、ほら、仮想通貨業界に、こう入ってきている、新しく特に入られた方、例えば今までね、FX とか株やってなくてですよ、新しく仮想通貨業界の中に入られた方っていうのは、おそらく、稼ぎたいと思って入られているわけでしょ。で、その稼ぎたいっていうその手段自体は、別に相場じゃなくても、ね、稼げる手段は、ありますからね、さっき言ったバイトであるとか、こういった YouTube とか、で、YouTube はものすごくいいものですよっていうのはね、お伝えさせてください。ですから、本当に思い立ったが吉日で、やろうかなって思ったんだったら、うん、本当に明日、明後日あたりぐらいからやってみたらどうです。で、もしね、作った、チャンネル作ったよっていうんであれば、私にほら、教えていただければ、ちょっとそれ見てね、本当に面白かったら、こういったものを私の視聴者さんで作りましたよって言って、こう案内もできるじゃないですか。そういうのは別に問題ないんですよね、YouTube 的にはね。こういったチャンネルを私の視聴者さんが作りましたよみたいな感じで、紹介したら、ね、もしかしたらほら、登録者様がね、そこからね、こう、増えてくるかもしれません。そういったものも全て含めて、私のチャンネルをね、使っていただいて本当に構わないと思っておりますので、私はね。うん。これは、まあ、どう、私自身はいいと思ってますけど、まあ、見る側はね、こう、どういう風に受け止めるか、ちょっとごめんなさい、わかりませんけれども、まあ、私はいいかなと思っておりますので、簡単ね、こういったのを作ってましたよ、みたいな感じでね。ですから、もしね、本当に思い立った、時に、あ、ほんとやってみようかな、というね、ことを、うん、考えた方であれば、ちょっと作ってみてね、ぜひとも私に教えてくださいよ、そのチャンネル名を。面白ければね、こう、紹介していってもいいかなと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、ごめんなさい。11時1分、1分過ぎちゃいました。行きたいと思います。詳しいね、今日の第1部の配信聞いていただければ、何の話をしたかわかりますので、結構ね、まあ、私の中ではいい話ができたんじゃないかな、みたいなね。自己満開お前みたいなね。よろしくお願いいたします。はい。それでは早速ね、重要ニュースから行ってみたいと思います。まず、お一つ目、いきます。重要ニュースパパパパパフーパパフーパパフーパパお願いいたします。行きます。行っちゃいます。はい。ポチッとな。行きますよ、これ。ヤフーと LINE がね、提携と。行きます。ヤフオクで NFT のね、出品、落札が可能に、ということで、どういうこととね、上から下に流していきますよ。はい。ヤフーと、LINE のね、ブロックチェーン事業子会社の LVC は、いいですか ?27 日。うん。二次流通市場拡大に向けて、NFT 事業でね、連携することを発表したということですね。ほうほうほう。ヤフーと LINE がね。うん。で、LINE の独自ブロックチェーン、LINE ブロックチェーンを基盤とした NFT アイテムが、ヤフージャパンがね、提供するネットオークションサービス、ヤフーオク上で今年の冬より取引可能となるということ。おう、ヤフーオク上で、じゃあヤフーオクの中で NFT のアイテムが、オークションとしてかけられるっていうことですよね、これね。はいはい。で、LINE は、LINE ブロックチェーンで発行された NFT アイテムを管理できる。うん。LINE ビットマックスウォレットを2020年の8月からね、提供しており、2021年6月から、同ウォレット内で NFT アイテムの取引が可能な NFT マーケットベータの提供を開始したということですね。これはなんかニュースに上がってましたよね、 LINE がね。はいはいはい。で、今回の提携によってユーザーは LINE ビットマックスウォレットで管理をする LINE ブロックチェーン基盤で発行された NFT アイテムをヤフオクで出品落札できるようになるということです。ほー。で、リリース文の中で LINE は NFT アイテムの取引には専用のプラットフォーム上での手続きが必要となるなど参加ハードルの高さが課題というふうに指摘をしたということで、はい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 。だからまあこういった形でね、ヤフーと LINE が提携をしたということは、これはやっぱりね、うん、ヤフージャパンでしょ、ヤフージャパンでもですよね。これはやっぱりかなりね、ニュースとして大きいんじゃないのかなと。うん、だって仮想通貨知らない NFT なんて知らない方ぶっちゃけいっぱいいますからね。いや、間違いなんですよ。いや、これは本当に私どもですよね。私どもね、私たちほら、まあ、皆さんですよ。聞かれている皆さんも、まあ仮想通貨業界の中にいらっしゃる相場師じゃないですか。で、その相場師の方々ね、私も含めて。やっぱり、こういった仮想通貨業界系の言葉 NFT というものがどういったものかも知ってますから、普通に、いやいや、当たり前っしょ、知ってるっしょって言いますけど、ね。これ言いましたよね、前もね。皆さんの周りの方々で、仮想通貨業界やってない方いっぱいいるでしょ。その方に多分 NFT って言ってみてください。え、何アメフトかなんかって多分言いますからね。いや、それ NFL ね、多分、みたいな。ね。NFT って何って多分ね、普通になると思いますから、そういったものが、ヤフーオークションでね。だってヤフーオークション使っている方で、ヤフーオークションね、使っている方で、なんですか、仮想通貨やってない方なんていっぱい多分いると思います。普通に。ね。その方々の目に触れるでしょ。NFT ってこれなんだみたいな。ね。その時に、あ、これ仮想通貨系なんだって言って、もし自分が気に入ったものがその中にあったりして、ちょっとほら NFT を調べてみてですよ、その方々がね。何と、ほら直近であったじゃないですか、OMI のやつですよ。ごめんなさい、ちょっとど忘れしちゃいました。ほらスパイダーマンとか
あとは何でしたか、あの X メンとかああいったところをね、アニメとして出しているところと経験したじゃないですか。で OMI のあのベベですかビビですか、あそこでねマーケットプレイスで NFT が売られると、 X メンとかそういったあのスパイダーマン系ですかああいったものの NFT が売られるということなんで、そういったものがね興味がある方がもしかしたらね、ヤフオク使っていることで、これ NFT というやつでこれ売られてるの欲しいなみたいなね、あそうするためにはどうすればいいんだろう、あ仮想通貨をやっぱり買わないといけないんだねという形で新規の方のやっぱり間口になる可能性が高いので、こういったものって意外とね提携するんだじゃなくて新規の方が入ってくる間口になる可能性がありますよっていう意味でかなりプラスになるんじゃないですか。これはやっぱりね、やっぱり話題性も上がってくると思いますし、だってせっかくヤフーのオークションで NFT を取り扱うでしょってことはわかりますよね。だってそこで売れればもしかしたら手数料がヤフーオークション、ヤフーも取れる可能性がありますから、おそらく宣伝はすると思うんですよ。ヤフージャパンの中とかでね、NFT というものが販売されますよと、ヤフーオークションで、できますよという形で多分言うと思いますので、大々的にね、今年の冬でしょ。ですからそれはねやっぱりねプラスの要因として捉えておいていいんじゃないんでしょうかということでございます。はーい、次行ってみたいと思います。サクサクいきます、サクサクいきます。はい、ごめんなさい、いきます。次ですね、ビットコイン一時4万ドル復帰も反落とね、オンチェーンデータは弱気から脱却せず。おー、なるほど、弱気ではないと。私は強気、まあ強気はまだ言ってないでしょうね、レンジを抜けてないのでね。いきます。ビットコイン相場と金融マーケットということでね、はい、いきますよ。27日の暗号資産市場、ビットコイン価格は前日比マイナス 4.16% の403万円と反落をしたと。はい、で上から下に、短期間で上昇したことによる利確売りに加え、はい、主要レジスタンスラインの4万1000ドル手前で上値を重くした。まあここはねレンジのねやっぱり上値、レジスタンスラインでございますからやっぱり重いでしょうと。でアメリカのアマゾンがねビットコイン決済導入計画のリークを否定したこともあり、昨日とは打って変わって反動安となったというの、まあこれはしょうがないですよね。ですけど悪くはないんですよ、実際問題。はい、今日のね第一部でも言いました、あのサムネ載せてましたけど、生きてるんです相場。いや生きて、なんかカッコつけてたのキモみたいなね。いやそういうことなんですよ、それ生きてるじゃなくてまだね終わってない、重要なライン割れ込んでないのでまだまだ全然ねいいんですよ。あとそれ後で言いますね。では行きますよ。昨日は3万5000から3万6000ドルのねブレイクにより24時間で10億7000万ドル規模のねショートスクイーズを引き起こしてビットコイン急騰のね原動力となった。ショートスクイーズというのはいわゆるね急騰をしたので、いわゆる、ショートのいわゆるなんていうんですかあれ、損切り、いわゆる焼かれですよね、焼かれが入っちゃったということです。はい、強制利確みたいなやつです。強制損切りみたいなのが入っちゃってバラバラバラって上がっていっちゃう。だってほらショートっていうのは損切りするってことはね買いを逆に入れないといけないので、買いがゴン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 入っちゃってブワーと上がっていったっていう感じでございます。それがショートスクイーズという感じでございましょうか。で引き起こしてねビットコイン急騰の原動力となった。その反面、だからそれがありますから、いいですか、こういうことなんですよ。ショートが上で積み上がるってことはいいこと。だから今ね4万1000ドルめちゃくちゃ意識されてますでしょ。4万1000ドル、だからこの4万1000ドルをブレイクしてきたらまたショートスクイーズが起きて4万5000とか4万6000ドルをブレーって狙っていく形になりますから、ショートが積み上がるのは最高、いい燃料がどん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 入ってきているということでございます。まあちょっと言い方がね荒いですよ、なんか燃料って言うとね私あんま好きじゃないんですよ。好きじゃないんですけども、まあ一応ね乗ってたりしますのでね、ほら燃料切れという風に書いてたりしますので、燃料っていうのはなんかねなんかわかりますよね。だってそこで期待を持ってショートを入れてる方もいるわけですもんね、稼ぎたいなと思ってね。だからそれをなんかぶち破って燃料扱いするのはあんまり好きじゃない、私逆の立場で嫌ですもん。あ燃料になってしまったみたいな感じでね、だからあんまり言い方的には嫌いなんで好きじゃないんですけどもね、まあ一応まあ燃料という風に言ってます。だからショートが積み上がるってことは一気にぶち上げて一気にいいニュースが入ってきた時のいわゆる大幅上昇の、材料に、材料も言い方一緒ですね。材料になるみたいな感じ。はい、よろしくお願いしますよ。ただ、いきますね。昨日までと比較して、反転シグナルも確認されており、チャートの形状自体は悪くないんですよ。そうなんですよ。いきますよ。で、3万5000ドルから3万6000ドルのね、下値支持線、あるいは3万1000ドルのサポートをね、割り込まずに切り返すことができれば、結果的に押し目となる可能性もある。これはもう間違いないです。間違いない。だから、私の今の目測としたら、3万5000ドル付近が押し目ですよって、今日の朝方も言ってましたもんね。あそこで入って言ってもいいんじゃないですかと。だから結構ね今回のアマゾンのニュース、あのいわゆるフェイク的な感じだったんですけど、めちゃくちゃ良かった。実際問題はめっちゃ良かったんです。後で言いますごめんなさいね。でブルームバーグインテリジェンスのストラテジストである、この方がね言うには、2018年下旬から2019年上旬にかけて1ビットコイン4000ドルで底打ちをした時と類似したベンチマークを示していると。方法底打ちをした時と似ていると。で20週移動平均が 30% のね、ごめんなさい、当、ごめんなさい、これ何て言いましたか、ちょっとごめんなさい忘れちゃいました。この値をねごめんなさい、下回って推移をすると、買い集めや長期保有志向がね強まる傾向にあるということでございますね。はいはいはい。でとの見解を示したと。で
いきますよ。現在の水準を下回ったのは、他には2020年3月のコロナショックしか存在をしないということですね。だから今は、その 30% のね、値を、20週移動平均が 30% のこの値を下回って推移をしているということですので、これは2020年の3月のコロナショックしかない。ここから反転をしてきてグッと上がってくるということを言ってるんでしょうかね。で、オンチェーンデータ考察ということであります。いきますよ。データ分析会社グラスノードは、26日に掲載したね、週のレポートにおいて、オンチェーンデータは依然として弱気のままだと指摘をしたと。はいはいはい。で、2週平均でビットコインのね、エンティティ調整済みの取引高は、エンティティっていうのはまあ実体みたいな感じ。言い方的に言うと。うん。調整済みの取引高は、1日あたり約50億ドルと落ち込んだままと。で、これは、5月上旬の強気局面と比較すると3分の1程度の規模にとどまる。あ、これがあるから、まだまだ弱気だということですよね。はい。で、またいいですか？ビットコイン価格が直近安値より、プラス 30% 回復したにもかかわらず、永久先物ね、資金調達率はマイナス幅を増加させるなど逆相関をしているということですね。はいはいはい。で、下落トレンド長期化の影響による弱気のバイアスは払拭しきれていないということですね。で、一方で、いいですか？資金調達率がマイナス圏にあることは、デリバティブ市場におけるショートポジションの増加及び、下目線の偏りを示しており、将来的な買い戻し圧力となり得るって、これ何を言ってるかって言ったらさっきのやつです。ですから、結局ほら、ショートっていうのは、ね、買い戻しを行わないといけないので、買いを入れないといけない。買いで、利確をするってことでしょ。ですから、買い戻しになりますから、それいわゆるね、上昇の、要因となる可能性があるよね。だから、ショートが積み上がるってことは、ぶっちゃけた話いいけど、逆に言うと、ロングが積み上がれば積み上がるほど、これは逆にね、わかりますね。ナイアガラの滝が起こりやすくなりますよ、ということ。うん。ロングが、やっぱほね、いや、ロングが積み上がれば積み上がるほど、だって、上がっていくんじゃない、そううまくいくもんじゃないんですよ。うん、そううまくいくもんじゃない。だって、ロングっていうのはね、逆に落ちてきたら、損切りとしてね、売りを出していかないといけないでしょ。損切りをするためにね。うん、ですから、売りがバーっとまたね、このロングの、いわゆる、なんていうんですか、損切りが入って、バーっと全部売りがガーっと入ってきちゃって、ずるずるずるブリーっと下がっていく。これがありますからね。だからロングがロングで積み上がるのもまずいし、ということです。うん。で、だから、なんていうんですか、一気に、もう本当に、地球の、まあ、いわゆるね、月の彼方まで、いわゆるムーンするような状態っていうのは、ショートが積み上がってくるからこそ起こるっていうね、現象でございますので、もしそれがないんであれば、上にね、登っていく力がないので、結構中途半端なところで止まっちゃったりするっていう感じでございます。まあまあ、大体ね、相場の中にいる方であれば、大体理解はしてますよね。でも、初め入られた方であれば、いや、なんで売りが積み上がっているのがいいことなのって思う方もいるんですよ。うん、これはね、さっきも言いましたね、売りというものは、買いを入れて決着させないといけないので、逆に買いの圧力になってくるよ、買い戻しの圧力になるよということで、実は、大幅上昇にとっては重要なことなんですよというのね、知っておいてください。よろしくお願いしますよ。はい、次行きまーす。サクサクいきまーす。こちらでございます。はい。いきます。ディファイの大手アーベ、うん、機関投資家向けサービスをリブランディングということでね、こちら、またアーベに関するものが出てきました。いきますよ。はい、アーベプロの名称を変更と、うん、これはでもだいぶ前に出てきてます。アーベはね、やっぱコンプとアーベはね、やっぱりね、ディファイ銘柄の中で特にアーベに関してはこの機関投資家向けのサービスっていう風に言ってますから、長期保有目的でね、ワンチャン本当に持っておいた方がいいかもです。いいかも。これは別に買い煽りとかではなくて、まあ私自身が長期保有目的で持っているので、結構そういった形でね、見ていってもいいんじゃないかなと思っております。ディファイ銘柄の中でも、うん、ちょっとこう、うん、なんかこう、わかりますよね。大きな流れを作っていきそうな感じがするのがこのアーベ、コンパウンド。だからちょっとそこはね、気にかけておいてもいいんじゃないかなと。いきますよ。大手ディファイレンディングサービス、プラットフォームの、いいですか？アーベは、まあ、レンディングっていうのはこれね、書いてます。保有している仮想通貨を一定期間貸し出すことで利息を得る仕組み。っていうのがレンディングってこと。で、レンディングプラットフォームのアーベは、機関投資家向けのね、サービスの名称を、アーベプロからアーベアークに、うん、変更すると発表と。で、この CEO によると、なんですかこれ、なんかおかしいですね。CEO によれば、当初、今月中にね、予定されていた同サービスのローンチは、はいはい、数週間後になるよって、あー、だから7月中に やりますよというふうに言ってました、そういえばね。それが、まあ、ちょっと先延ばしになると。で、アーク、まあ、円の子というね、名に込められた願いは、分散型金融分野にね、機関投資家の参入を促すため、ゲートウェイとなることだと説明をしたと。はい。で、アークの大きな特徴は、貸し手とね、借り手とともに、顧客、確認手続きを必要とする、許可型の、うん、流動性プールであること。そのため、一般ユーザー向けのね、パーミッションレス、要するに許可が不要の流動性プールとは別個に設置運営をされるということでございますね。はいはいはい。で、アークは、機関投資家の需要を考慮し、はい、ビットコイン、イーサリアム、アーベ、USDC、アメリカ、ドルコインでございますか、 USDC の4銘柄に対応するということで、アーベも入ってくるということでございます。まあ当然でございましょうね。はい、ということで、でいきますよ。上から下に、アークはアーベ、V2 を基盤としていると、うん、厳正なね、監査を受けたスマートコントラクトで、機関投資家への提供を前に、アークのね、スマートコントラクトは、社人、いいんですか、ごめんなさい、この会社ね、まあいろいろ何個かありますけれども、この 1,2,3,4,5 社、この5社による厳格なね、監査を受けたというと、さらに、
サートラ社による正式な検証も完了したということですね。また、だからかなりね、厳格な検査、監査を受けたということですね。このアーベアークはね。また、市場リスクのストレステストの結果、同プロトコルはイーサリアムブロックチェーン上の混雑なども含め、耐性があることが報告されたということですね。はいはい。で、ホワイトリスト化の、ホワイトリスト化のプロセスということでいきますよ。アークでは、厳格なね、規制遵守が求められる、機関投資家のニーズに合わせて、ホワイトリスターと呼ばれる、規制にね、準拠した仲介者が、ユーザーの身元確認およびマネーロンダリング対策面での、コンプライアンスを監査した上で、ユーザーのね、入会審査および参加できる活動に対する許可を行うと。ほうほう。で、ユーザーは流動性の提供を、流動性の借り入れ、生産のいずれも参加ができるということです。アーク、はいはい。で、機関投資家のニーズに合わせているんですね。はい。で、さらにホワイトリスターには、ユーザーの入出金に関連した許可、拒否権限および顧客をね、退会させる権限があり、規制リスクとコンプライアンスに対する監督業務を担う役割が与えられていると。で、一方、ガバナンスの面においてアークに関するプロトコルおよび、流動性プールレベルの決定はアーベガバナンスが行うことに変わりはないということですね。はい。で、現在アーベガバナンスには7万以上のトークン保有者、代理人が参加しているとのことと。で、利回りの差ということですけど、参加者の制限によりプライベートプールのアークと一般の流動性プールでは、利回りにね差が生じる可能性が考えられると。この点について CEO の方はね、両方のプールにアクセス可能な参加者はその差を利用して、このね、最低取引ね、を行うこともできると主張したと。はい。で、同氏は分散型金融へ、機関投資家への参入を促すには、はい、まず機関投資家がね、安心できるリスク許容度に合わせた方法を提供することが重要だとコメントをしているということですね。はい。で、アーベに関しては、アーベはね、分散型のレンディングプラットフォームで、フラッシュローンや信用委任といったユニークなディファイサービスを提供しているということですね。はい。で、ディファイパルスのデータによると、アーベのプラットフォームにロックされている仮想通貨は現在、122億ドル、1.35 兆円でね、の規模で、プラットフォーム別の預け入れ金額ランキングで1位となっているということですね。まあ、かなりでかいと。で、そのガバナンストークンであるアーベは現在、時価総額27位に居座るということで、まあ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 ね、アーベがいわゆる機関投資家向けのサービスを行うというのは、これはやっぱ当然プラスの要因でございましょうし、アーベに対するね、アーベの金額が上がっていく可能性もね、当然今後あり得ますので、これはね、やっぱり期待をして、長期保有目的である程度ね、握っておいてもいいんじゃないかなという感じがいたしております。はい、次行きます。重要ニュース4つ目ですね。これは淡白に終わりますよ。行きます。今ね、フィリピンがやばいんですよ。いきなり、いきなり、何ビットマン TV ってね、フィリピンの話になると盛り上がる。いや、好きなんですよ、ほんと。マニラ大好き。ほんとに。何遍も言わさせてもらいます。いきますよ。これ短いニュース。いきます。フィリピンのね、結構びっくりしますよ、これ。うん。フィリピンの、いきますよ。デジタル資産取引所のね、ユーザー数がもうね、急増、もう爆増と。ね、急増。いきます。フィリピン中央銀行によって認可された仮想通貨取引プラットフォームである、フィリピンデジタルアセットエクスチェンジ。ですか。フィリピンデジタルアセットエクスチェンジにはいいですか、現在45万人以上のユーザーがいますと。で、2019年の22.5倍ですよに増加をしていると証券会社は地元メディアに語ったということ。わかります？言ってみわかりますよね。いや、22倍になったってことです。2019年から比較すると。で、いきますよ。ここね、これ取引所ですよね。PDAX いいんですか？うん。PDAX の、PDAX のね、最高経営責任者であるこの方、ガバさんっていうんですか？この方は、多くのフィリピン人が暗号通貨に興味を持っていると述べたと。で、これは、プラットフォーム上のトレーダーが、いいですか？ 2019 年下半期の2万人から、2万人しかいなかったです。2万人から、今日では、ほぼ50万人に増加した理由をもう説明してます。50万人に増加した。だから理由がこれでしょうと。いきますよ。理由を説明していますと。で、まあ、続きね。一方、フィリピン証券取引所は、規制当局がセクターをね、投資するための規則を発行する際に、暗号資産を取引するための国のプラットフォームになりたいと考えています。ということですね。フィリピン証券取引所はね。で、4月にね、国際通貨基金 IMF ですよね。IMF はフィリピン政府によるいいですか、暗号交換の監督の欠如を批判したと。 IMF は、はい。で、この IMF は取引所がチェックされないままにされて、金融犯罪で虐待される可能性がある場合、はい、国に対する国際的な信頼がね、損なわれる可能性があると警告をしたと。はい。だフィリピンにね、じゃあ注意してくださいよと。で、1月にはいいですか、中央銀行は過去3年間で仮想通貨取引所の利用が加速したというふうに報告をし、既存の規制の範囲をね、拡大する時期が来たというふうに述べたということで、とにかく今ね、フィリピンが熱い。もうね、その流れでアクシーなんです、多分。多分そうだと思います。このニュースがあった海外で流れて、やっぱりフィリピンあるよね。今フィリピンで流行ってるの AXS だよね。で、かなりね、また盛り上がりがね、今後出てくる可能性がありますので、そういったところも含めてね、通貨を見ていくのはいいんじゃないかなと。だから、フィリピンで、
まあ、フィリピンで言うとね、これ何回も言うと本当ごめんなさい。あちら。やっぱノアコインね、これのね、やっぱりイメージが強すぎるんですよ、フィリピンの。本当に、ね、やっぱ私のね、視聴者様の中でも、買ったよっていう方がね、いたんですよ。うん。で、まあ、これはね、その方にも言いました。もうはっきり言って。あの流れだったら、まあ、しょうがないよね、みたいな。買うよね、みたいな。うん。だって、あのね、このね、アルトコインの ICO バブルが出てきた、あれは間違いなくバブルでしたから、ICO に関しては。ね、ICO バブルっていうのがあって、もうね、もう、何ですか、もう、名前はね、はっきり言えませんけども、IT さんですよね。そうですね、IT さんっていう方、がね、めちゃくちゃ推しに推しまくってたんですよ。ですから、あの流れでね、IT さんっていう方が、何でしたか、ごめんなさい、バージでしたかね、バージかなんかの1万倍かなんかの予想を当てたみたいなんで、めちゃくちゃ信用されていた時期があったんですよ、IT さんが、ね、今はもう、ほぼいないですけれども、うん。で、その方がめちゃくちゃ推していて、やっぱり買った方がいたのかな、で、その方も言いましたけれども、あの流れはね、もうどうしようもないですよ。やっぱ買っちゃいました。私も悩んだぐらいですから。で、私の場合はね、やっぱりほら、フィリピンに知人もいたし、フィリピンのね、方々の特性っていうか、それ前も言いましたよね。こう、これ悪い意味で言ってるわけじゃないですよ。フィリピンタイムって言って結構ね、ゆったりとした時間を流す国っていうか、だから、まあほら、なんすか、時間に遅れても、まあまあまあいいだ、あんま気にしないっていう感じ。まあ、そういう感じですよ、実際も。だから、それはほら、まあ日本のね、あれだったらあんまり考えられないかもしれない。ビジネスをやられている方はちゃんとしっかりさ、してますよ。時間はしっかりしてますけど、フィリピンタイムっていうのがなんかあるんですよ。だから、それを知っていたので、なんかね、いや、こんなに、この月までに、この年までに、この、ノアシティっていうのを作りますみたいな。だから、ノアコインっていうものを、そのノアシティという中で、もうずっとね、流通させていく。だから、普通の紙幣はもう使わない街を作りますよ、みたいな感じでね、言っていたんです。でも、それって、いや、うまくいかないでしょ、とやっぱ思ったんですよ、そこは。やっぱそういったことがあったんでね、やっぱフィリピンタイムもありますし、なんだかんだ言ってズレズレなるでしょ、と思っていた矢先に、政府がね、やっぱり、その時にノアコインが、政府の、なんかこう、なんかね、バックアップを受けているみたいな感じで言っていたのも、さらにね、こう、買われた方の、こう、意欲を、あれですよ。こうね、わかります？意欲をね、こうね、かき立てたっていう感じなんですよ。だから、買われた方がいたのかなと、あれもしょうがないな、あれもね、こうちょっとやりすぎだろうと思ったんですけどね。で、そこでね、悩んでいるうちに、政府がっていう話を、それはないですよ、というふうに言ったので、まあ私は買わなくて済んだんですけども、まあ、買った方にも言いましたけども、あれはね、しょうがないなと思います。よろしくお願いしますね。はい。まあ、そういった形でね、だからまあ、フィリピンっていうと、ノアコインっていうのがすぐイメージに来るんですけども、まあ、取引所が今ね、開設されていて、うん、ごめんなさいね。そこが盛り上がっていってるってね、ことなので、うん。これはね、またね、第2波のフィリピンにおける仮想通貨ブームがね、もしかしたら来るかもね、というのはね、思います。はい。それでは、次ね、チャート分析、行ってみたいと思います。パッパフー、パッパフー。ちょっとね、まずは見ていきましょう。ごめんなさいね。はい。キング様、ビットコインでございます。ちょっと真面目に軽めに行きましょう。はい。行きますよ。今ね、1日、冷やしレベルで見ていきますけれども、ほんともうサクサクっと行きますね。やっぱり、アマゾンのね、ニュースがあって、何が良かったのか。あれね、結局フェイク的な感じだったんですけども、やっぱり一番良かったのは、私さっきね、パイナポー TV で流しましたけれども、パイナポー TV でね、ちょっとパパッと入れたんですよ、夕方ぐらいに。ちょっと時間があったので、うん。その時に入れたのが、やっぱりね、今回のアマゾンのニュースは確かにフェイクだったんですけれども、このね、重要なラインをブレイクしてきたっていうのはめっちゃでかいです。でかい。もしアマゾンのニュースがなければ、ワンチャンまだここでモジモジしていて、ズルズル落ちてきた可能性ありますからね。オッケーです。だからこのね、わかります？ここですよ。ちょっと今ごちゃごちゃしてるんですけど、これね。この右下がりの黒いライン。これがやっぱり重要なラインだったでしょ？頭を押さえつけられている重要なラインだったので、これを抜けてきたっていうのはかなりでかい。で、下落チャンネル内にもう一回回帰をしてきているので、一応ね、このラインっていうのがまたサポートとしてガッチリ機能してくるんじゃないのかなと思って、一応ここではある程度押し目買いのチャンスになるんじゃないかなっていうふうな感じがします。オッケーです。ですから、今ね、ちょっと、昨日から考えると、どれぐらいでしょうか ?36,000 ドル前半ぐらいまで安値つけてますよね。上見ていただいたら今日ね、36,000ドル前半までつけてますけど、なんだかんだ言ってほら、このラインにタッチせずに、つまり35,500ドルぐらいまで、この赤い、黒いラインにね、タッチせずに反発してきているじゃないですか。ですから、結構ね、やっぱりこう、安値は切り上がっていっている感じになるんじゃないかなと思っておりますので、このね、黒いラインに差し掛かったら、つまり35,000ドルぐらいでは、押し目買いのチャンスにやっぱりなりますよ、というのはね、意識をしておいてください。OK です。だから、それがまず押し一つ。で、4時間、1時間で軽めに見ていきましょうか。うん。4時間足レベルだとね、まあ、MACD 線がまあまあ、ギリギリ持ちこたえている状況。まだね、上を目指していっている。デッドクロスは起こしていない。そして、4時間足レベルで短期の移動平均線上にね、ギリギリ乗っかっている感じ、もう超ギリギリ乗っかっている感じですので、ある程度サポートとしてね、ここも転換してくれるんじゃないか。もしかしたら今日の夜、またね、もう一回ね、4万ドルあたりをつけていってもおかしくないんじゃないかなという感じはいたしております。はい。ですからそこはね、期待感を持っていきましょうと。うん。とにかく、落ちてきた時の35,000ドル。
前半35,500ドルとか、そこら辺でのおしめ買いはね、そこら辺での値打ちは、基本的にはおしめ買いのチャンスに反発する、場所になり得る可能性がありますので、チャンス。短期 FX 税はね、だから差し値を置いといても申し分ないかなと。で、もし割れ込んでしまったら、これね、即、損切りをしていくのがいいでしょうということでよろしくお願いしますよ。で、1時間足レベルで見ていきますとこんな感じ。1時間足レベルだとね、まあ、MACD 線が特に、これゴールデンクロスを起こしておいていい形。やっぱり出来高もグリグリと入ってきているので申し分なし。そして移動平均線もね、やっぱり短期の移動平均線、中期の移動平均線が今下に、ちょうど直下にある状況なので、これがまたね、支えとなって上をぐっと上がってくれる可能性がありますので、これもまあプラスの要因でしょう。ということで、短期的に言うとね、やっぱりもう一回4万ドルぐらいを狙っていってもおかしくないんじゃないかなと思いますよ。うん。今日、だってほら考えてください。アマゾンの発表があってブリート上げたでしょ。そこの値打ちに今戻ってきてますからね。わかりますよね、言ってる意味。うん。ですから戻ってきてますから、かなりいい様相ですよ、これは。OK です。で、4万ドルを目指していって、でも、4万1000ドルでは、やっぱりまだレンジ内にいますから、レンジ内にまだいますからね。いきますよ。そこは確認しておきましょう、最後。上は4万1000ドル。下は3万ドル、まあ2万9000ドルぐらい。この間でのレンジ相場ね、今ね、点線で入れてますけど、行って動いてますから、いいですか？この4万1000ドルぐらいでのショートはワンチャンあり。うん、ショートあり。この高値が4万1300ドルですね。この上見ていただいたらわかりますでしょ？ 4 万1300ドルですので、4万1300ドルぐらいでのショートをね、設定していくのはあり。ただ、その際は必ずね、いいですか？必ず、損切りラインをもうすぐね、抜けていったら損切りする。もう4万1500ドルぐらいで損切りするぐらいの勢いで、行った方がいいかもでございます。もしそこでね、ひげつけて落ちて戻ってきて、あー損切りしなかったらよかったなーっていう風にね考えていたとしても、必ずここはやらないといけない場所。いいです。ショートをかけたんであれば OK ですね。戻ってきたとしてもそこはもうしょうがないです。 OK ですね。だって抜けていくことの方が怖いですので、爆上げありますからね。やっぱりこれぐらい頭を押さえつけられているラインですので、さっきの理論ですよ。4万1000ドル以上でのショートは結構積み上がっていると思います。ですから、ある一定の値打ちを超えていったら一気にブリーとね、またね、3000ドル4000ドル幅での上昇がありえます。この4万6000ドル、4万5000ドルぐらいでしょうか、までの上昇はありえますので、いいですか、必ずそこはね損切りをしていきましょうということでございます。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでしょうかね。はい、逆にね、4万1000ドルを超えてからのロングインは4万5000ドルぐらいまで狙っていける可能性がありますので、チャンスで、本当のビッグチャンスはここ、この高値を直近、あのね、史上最高値を結んだラインをブレイクしたら、ここはね、勝負のかけどころだと思います。やっぱり、ブレイと上がっていく可能性がありますので、ここでのブレイクは勝負のかけどころでございますね。よろしくお願いいたします。はい、直近では上を目指していくんじゃないかなと思っております。はい、次行きまーす。次はイーサリアム。ここの2通貨は外せないので、必ず行きましょう。うん。ビッツコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。キモ、お願いいたします。お願いいたします。はい。イーサリアムでございます。イーサリアムございますね。はい。イーサリアムなんですけれども、ただいまの価格が2290ドル付近をね、推移しております。日本円で25万円あたりをね、動いているということですね。で、MACD 線はね、右上がりで申し分なしでございます。申し分なし。はい。で、雲は見ていきましょうか。雲の中に突入しているので、これは特に問題なし。うん。で、今日のね、第一部の配信で申し上げていたんですけども、1時間で見ていきましょう。うん。今日のね、第一部の配信で申し上げておりました通り、やっぱりほら、ここら辺ぐらいの値打ちだったですもんね、今日の第一部ね。11時、12時ぐらいでしたから、ちょうどね、2200ドルを割り込んだとこだったんですよ。ですから、私が第一部の配信で、この青いライン上にもう一回回帰してきたら、ロングチャンスでロング仕掛けていってもいいんじゃないですかって言ってましたもんね。私も仕掛けました。だから今ね、1万あたり、まあ、1万円ぐらいの利益は取れているような状況でございます。で、これどこまで狙っていこうかなという感じなんですけど、一応私はね、2万4000ドルぐらいで、ある程度、まあ、決着をさせていこうかな、2万4000ドルぐらいで。で、ここを抜けて、2400ドルぐらいで、ある程度ね、こう、利確していってもいいかな、200ドル幅ぐらいで取っていってもいいかなと思っております。長期保有目的のものはまた別で全然持ってますから、そこは感じている。OK です。で、その上の2500、2530ドルでしたかね、ごめんなさい、冷やしてみますけど、この長期のね、移動平均線、やっぱりここ、冷やしレベルで押されてますから、この2530ドルを抜けてからのロングインをしてね、2900ドルを次目指していこうかなという感じがいたしております。だから400ドル幅ぐらいで取っていきたいなという形。もしくはね、どうでしょうか、2500で一旦決着させて、で、2400ドルを明確に抜けたら、やっぱりね、ここ、わかります？ダブルボトムからのね、ネックライン上抜けっていうことになりますので、ここね、ダブルボトムからのネックラインが抜けたっていうことになりますので、強い上昇要因にはそれはなりますよ。ですから2400ドルを明確に抜けてからもう一回再ロングインしてもいいかなと、とにかく押されるとは思いますのでね、すんなりポーンと行くわけないので、だから一旦はちょっと利確をして、押し戻された時の押し目で、ちょっともう一回買っていくか、もしくは抜けた後のね、押されて、2400ドルぐらいである程度固定化されてきたなと思ったらロングインすかさずして上を狙っていくみたいな形でね、していこうかなと思っております。はい。で、あとはどうでしょうかね。先ほど見ましたけども、1時間足レベルでね、やっぱりほら、この短期の移動平均線と中期の移動平均線がこれ下髭見たらポーンってね、かなりね、意識されていますので、ポーンと押し戻されていますので、結構このね、二
2つの移動平均線のサポートは硬いのかなと思いますから、まあ最悪ここ割れたらね、利確でもう流して、もうプラマイゼロで終わってもいいから利確で流していってもいいかなって感じはしますけど、まあもうちょっと頑張って上がってくれるかな、2400ぐらいまではね、もう一回ワンチャン行きそうな感じはしております。はい、まあそれぐらいでしょうかね。はい、まあビットコインの様子が良ければ上に上がっていくよ。今は注意値位置としたら2400ドルでのまた売りが入ってくる可能性があります。そこを抜けたら2530、抜けたら2900ですので、ある程度戦略としては捉えておいていいでしょう。で、この青いラインにもう一回差し掛かってきたらね、もう一回押し目のチャンスとして、押し目買いのチャンスとして、もう一回捉えておいてもいいのかなという感じがいたしております。もうちょっと上がってきてほしいですね。はい、まあ夜中、今の値位置で握るのはちょっと危ないです。今の値位置でのロングインをするのはちょっと控えた方がいいかなと思いますので、そこは注意を。もうはっきりした青いライン、もしくは2400を超えてからとかいうね、はっきりしたラインが分かってますから、そこを超えてからちゃんとね、ロングならロングインしていくのが得策でしょうから OK ですか。そこは意識の中に入れておいてください。はい、そしたらね、次、こちらね、言いましたよね、ビットコインがキングならイーサリアムは、言ってませんか、ビットコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。肝お願いいたします。言ってなかったでございますね。危ないと、これは最後に、クイーン様でございます。入れてなかった、危なかったでございます。はい、入れてなかったですよね。まずいです。もし入れてたら短期記憶が相当やべえことになっております。申し訳ございません。はい、で3通貨目いきましょうか。ちょっと初めての通貨見ていきましょう。ちょっとサクサクいきますね、ごめんなさいね、本当にね、配信時間がめっちゃくちゃ遅くなってます。はい、いきます。アリス見ていきましょうかね。アリス、今の価格が 13.9 ドルぐらいをね、推移しております。はい、あ、で入れるの忘れておりました。皆様の、皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。よろしくお願いいたします。はい、アリスいきます。はい、アリスなんですけれども、ただ今の価格が 13.8 ドルぐらいですね、を推移していると。でこれに関してはね、どうでしょうか。私 LINE を引いておりました、前もって。このね、下降チャンネルをね、下降ウェッジ、ごめんなさい、下降ウェッジを描いているような状況だったんですよ。でこれをね、上にブレイクしてきてからの今の状況、やっぱりゲーム関連のこれも通貨ですよね、おそらくね。ですから、まあ盛り上がりがね、もしかしたら今後出てくるかもしれない通貨の一つでございますよね、アリスに関しては。で、あのね、これですね、まあ一つ気になるのが、冷やしレベルでの出来高ね、ここわかりますよね、ガッとね、いわゆる直近最高値で言えばいいでしょうか。直近の最高値の、いわゆるここつけた時の出来高の量よりも今多いんですよ、出来高がね、多く入ってきている。ですけれども、価格に今反応がないので、これワンチャンね、19ドルここを超えていく可能性がね、ちょっとありますよっていうのはね、意識しておいてください。OK ですか？ですから、それがまずお一つ。で、あともう一つは、だから出来高がいい感じなんですよ。ね。で、あとは、冷やしレベルで言うと、やっぱりね、短期の移動平均線と中期が、の移動平均線が長期の移動平均線をブレイクして、いわゆるゴールデンクロスを起こしかけておりますので、まあ起こしてますよね、半分ね。ですから、これもね、上昇要因としてはいい形に仕上がっておりますよと。OK ですね。で、4時間足レベルで行くと、ちょっとね、離れているのが気になる。やっぱり4時間足レベルだと、こういった形でね、移動平均線がちょっと離れているので、ローソク足と、ここが一旦短期での調整が入ってくる可能性があります。そこでの値打ちはやっぱりここでしょうね。もじもじってしているこの付近まで、しかもほら、この上昇の半値戻しぐらいまで落ちてくる可能性がありますので、12ドルぐらいまではもう一回ワンチャンね、落ちてきてもおかしくないなーっていうのね、思っておいてください。いいですか、短期的に。で、ここ。いいですね。ここもまあ一緒のような感じでございますね。はい。ですからトップ。まあ、1時間足レベルで言うとね、短期の移動平均線が今ちょうどぐーっと追いついているのを待っているのかなって感じもしますから、ここね、支えが入ってぐっと上に抜けてくれるかもしれませんけれども、さっきのね、4時間での離れがちょっと気になるので、さっきも言いましたように12ドルぐらいでしょうか、ここトップをつけているあたりぐらいまでは、一旦ね、ぐっと落ちてきてもおかしくないよーっていうのはね、覚えておいてくださいよ。まあ、これがね、短期の移動平均線がぐっと上に持ち上がってくれば、今の値打ちでステイしたまんま、ね、支えが入ってもう一回ぐっと19ドルぐらいをね、狙っていけるんじゃないかなと思いますので、まあ、調子は実際問題いい形になっております。で、あとは、どうでしょうか、エリオット波動的な感じでも見受けられますもんね、これね、一旦全部終了した感じはしますよね。1,2,3,4,5 からの ABC 調整みたいな感じでも見て取れますので、わかります？ 1,2,3,4,5 波終了からの ABC 調整で見ていけますので、そこでの調整が入ってからのね、ちょうどうまい具合に長期の移動平均線が1時間足レベルで追いついてきたところで支えが入ってズドンで次のフェーズに入っているかなと思いますので、それもやっぱり考えられますのでね、エリオット波動的には一旦終了かなという感じ、一旦はここのフェーズ閉じているんじゃないかなと思います。はい。で、そういうのを加味すると、まあ、いろいろね、ちょっとこう見ていきたいところがあるんですけれども、こちら、フィボナッチエクステンションでもね、じゃあどこぐらいまで狙っていけるか、このフェーズを考えていた方がまたこう出現してくる可能性がありますので、17ドルぐらいね、
17ドルぐらい、このちょっと広い範囲で意識されている方がいるんであれば、17ドルぐらいまでの上昇は一旦見受けられて、そこからの攻防に注意。だから今から17ドルぐらいまでは上がっていける可能性はまだここがね終わってないんだったら、この N 波動が次は N 波動ですよ、この N が終わってないんだったら17ドルぐらいまでの上げはありますからね、ここは意識をしておいてください。今はとにかく上目線ですから19ドルを狙っていっているというのは間違いないんですけど、その途中の17ドルで押される可能性がありますよということでございます。はい、そこはね注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでしょうかね。うん、そうですよね。やっぱりここ綺麗にね、なんかね、こうちょっとごめんなさいね、こういった形でね、安値、ね、ここの起点、ここの起点でここ高値、これが終わってないんだったら、やっぱり17ドルを目標にね上がっていく可能性があるかなと。基本的には19を狙っていくでしょうけど、やっぱり、うん、ここでのね頭の押さえは要注意でお願いいたします。はーい、あと1通貨ぐらいでいきましょうか。XVS 見ていきましょう。 XVS これはちょっとね直近で重要だったので、ここはちょっともしかしたら稼ぎ場が来るかもよーっていうので意識をしておいてください。 XVS、うん、ビーナス様見ていきましょう。どこにいるかな、ビーナス様ということでね、結局長くなっちゃいましたね。やっぱり重要ニュース流すとね長くなっちゃいますもんね、4つね。だけど大事ですからね。どこかな、どこかなと。XVS、ビーナス様がいない。いました、いました。はい、こちら。XVS なんですけれども、いいですか？ただいまの価格が26ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、これちょっとごめんなさい。1時間足レベルだけ見ていきたいんですけど、三角持ち合いがね、今形成されています。はい。ですから、ちょっと過強に差し掛かっているよねっていうこと。いいですか？こういう形。もう、うん。すごく三角。すごく三角です。はい。わかります？こういった形。ですから、もうちょっとしたらワンチャンね、うん、ここ決着つきますので、いいです？大幅上昇が待っている可能性はあります。上に抜けてくれば、33ドルをもう一回狙ってくる可能性がありますので、もしね、ここね、いいですか？ XVS、上にね、三角持ちはブレイクしたらロングインして33ドルぐらい狙っていきますよ、実際問題。これは。だから、ドルベースで行くならば、まあまあ、少ないですけどね、どうでしょう、5ドルぐらい、5ドル幅ぐらいは1枚あたり取れるんじゃないのかなと思いますので、そこはもう、気にかけておいてください。で、じゃあ実際それが可能かということなんですけど、1時間足レベルで言うとね、MACD 線が右下がりで、あまり様子は良くないんですよね。だから、下割れを起こす可能性もちょっとあんな気にしもあらずかなと。上に抜けてきたらチャンスですよ、とにかく。でも、4時間足だとそうなんですよね。MACD 線がめっちゃいい形で右上がりなので、これは最高なんですよ。だから、ちょくちょく金で言うと、あまり MACD の形が良くないので、下割れを起こしそう。下割れを起こした場合は、やっぱりね、いいですか？この、下降チャンネルをね、描いていたんでございます。下降チャンネルを描いていましたから、そのレジスタンスラインぐらいまではね、落ちてくる可能性が、こういった形で描いてましたから、レジスタンスラインぐらいまでは落ちてくる可能性がありますので、ここでの押し目買いはいいんじゃないですか？逆に23ドルぐらいで。OK です。ですから、割れてきたら23ドルでロングイン。上に抜けたら、ね、すぐロングインをして33ドルを狙う。みたいな形で仕上げていくのがいいのかなという感じがいたしております。はい、それぐらいでしょうかね。今日はね、ごめんなさい。4通貨ぐらいで行っておきましょうか。はい、それぐらいで行きましょうかね。あとはごめんなさい。アーベもちょっと簡単に見ていきましょうか。もうパッとチャートを見るぐらいで行きましょうかね。アーベ。うん。どこにいるかな、アーベ。うん。ごめんなさいね。アーベがいない。あ、もう、本当に焦るとダメですね。焦るとダメですね。ごめんなさいね。本当にね。時間かかっとるやないかと。アーベがいません。もう通り過ぎてますね。どっかでね。ごめんなさい、ごめんなさい。本当にごめんなさいね。アーベだけは見ていきましょうか。ということで。本当にいないんですけど。どこにいます？どこにいますかね？アーベがいないんですけど。どこにいるか？ということなんですけど、どこで見失ってますかね？ああ、もう、通り過ぎとるやないかいってね、思ってる方いっぱいいますでしょ。アーベ、上でしたか？上ですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。いました。はい。アーベですね。はい。これはね、どうでしょうか？うん、アーベなんですけども、こういった形ね、ちょっと引いてみていきましょうか。これはもうね、アセンディングトライアングルですよね。を作っているような状況になってます。アセトラ。こういった形。安値は切り上げて、高値は、一定値でございますので、こういった形ですよ。うん。OK ですね。こういった形。はい。こういった形で、アセンディングトライアングルをね、作っているような状況ですから、いいですか皆さん。この338ドルを超えたら、ロングインワンチャンありですよ。今これね、結構大きなニュースやっぱり流れてきてますし、OK です。で、ダブルボトム形成からのネックラインとしても捉えられるので、338を超えたら、とにかくロングね、短期並びに FX 勝負かけていいと思います。これは、412ドルぐらいまでは狙っていけるかなと思いますので、かなりね、いいお小遣いができる可能性がありますので、そこはね注意を、こうね気にかけておいてもいいかなと思います。アーベね、ここですよ。いいですか？338を抜けたらロングイン。まあ、まだ今300ドルぐらいですからね、なんとか青いライン上で持ちこたえて上を目指してほしいかなというところでございます。はい、だからアーベはアセンディングトライアングル形成中。はい、他はもう大丈夫ですかね。一応アーベまで見ていきましたから、そこぐらいにしておきましょうか今日はね。第2部はね、はい、申し訳ございません。そしたら本日のね第2部は以上とさせていただきます。はい、明日のね第1部の配信、あ、ごめんなさい、あとねチャンネル登録者の方がなんと行きますよ皆さん。チャンネル登録者の方がなんとね、って8485名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。8000
7485名の方に登録をしていただいております。皆様のね、高評価であるとか、バットボタンであるとか、ね、あとはコメント等でございます。こちらがね、やっぱりね、YouTube のトップに上がっていっている要因でございましょうか。本当に嬉しいございます。はい。皆様のね、ご協力のもと、このビットマン TV ね、成り立っておりますので、本当に感謝申し上げます。そして、初めて聞かれた方であればね、ぜひともチャンネル登録というボタンをポチリとよろしくお願いいたします。はい。それではね、本日の第2部の配信を以上とさせていただきます。明日の朝ね、またね、第1部の配信行きたいで、今日また遅かったですもんね。ちょっと私もね、仕事がちょっとね、立て込んでいる感じになっていますので、ちょっとその昼の準備もちょっと忙しくて、ごめんなさいね。ちょっとね、時間がまた今日も休養で、こう、第2部が遅くなってしまって、本当に申し訳なくな思っております。はい。夜中になりますけれどもね、まあ見ていただけたら嬉しいございます。ここまで見ていただいた方、本当にありがとうということで、よろしくお願いいたします。はい。それでは明日第1部の配信まで楽しみにお待ちください。それでは、おやすみなさい。では、バイチャッ。バイチャッ。